はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本山手線の新大久保駅に来ております。この新大久保駅ですね、アトス放送が先日切り替わりましたので確認していきたいと思います。あるものが追加されました。では本日もよろしくお願いします。天井ロックの上で立ち止まったり物を置かないようにお願いします。ちなみにですね、今山手線は日中5分間隔での運転ですので、2番線あと3分、1番線はあと1分ほどで到着という形になります。本来ですと1分後だとその次6分後なんですけど、なんか1番線7分後になってもあ変わりましたね。で多分1番線がもうすぐ来るかと思います。Your attention, please. The train bound for Ikebukuro and Ueno will soon arrive on track number 1. For your safety, please stand behind.ちょっと肝心なところが通過電車で書き消されてしまったので、1番線はこの後の電車また確認したいと思います。注目です。この電車は新宿、代々木、原宿、渋谷の順に停車します。はい、ということでなんとこの駅にですね、停車駅案内が追加されました。山手線の駅で停車案内がされてるのは他に五反田とか確か品川とかもされてたと思うんですけど、次の駅に行くときにどっち方面なのかっていうのが分かりづらい駅に比較的使われているような感じがします。ということであと3分ほどで1番線も電車来ますので、1番線の方もどうなってるか確認したいと思います。さああと1分となりました。今度こそ被らずに放送を聞けるでしょうか。
まもなく1番線に池袋上野方面行きが参ります。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。 Your attention please. The train bound for 池袋 and 上野 will soon arrive on track number 1. For your safety, please stand behind the yellow line. この電車は高田馬場、目白、池袋の順に停車します。はい、ということでこっちもかぶりなく聞けましたね。ということで1番線2番線ともに停車駅の案内が3駅だけ追加されたっていうのが新大久保の現況になります。3駅って言いましたけど2番線は4駅分放送されてますね。なので、まあ、主要駅までの停車案内がされてるっていう感じだと思います。この動画が役に立ったらいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for traveling with us, and we look forward to saving you again.